滋賀県のお寺の娘だったんですね。そして
その祖母の先祖をたどっていきますと、井伊直弼の流出を先祖がしておりましたので、そういう意味でも私にとりましては全国で開催されるお宮さんの中でも滋賀県並びにこちら近江神宮にはとても思い入れがございます。またこの活動は4年前より始めているわけですけれども、全国的に活動を始めるにあたって、どうやってこの滋賀では開催しようと悩んでいたときに、今から20年前、30年前、私が学生時代だった時の仲間のことを思い出しまして、20年以上お互いに音信不通だったんですけれども、こういう思いでこの活動をするので手伝ってもらえないかとお願いしたところ、快く引き受けてくれて、今日は祝日ですけれども、それ以外開催するとき、平日などもございますが、仕事を休んで手伝ってもらってるんですね。そのことにも本当にこの場を借りて感謝を申し上げたい次第なんです。そんな思いの中で、本日こちらの近江神宮で奉祝祈願をさせていただくことになりました。では改めてご挨拶申し上げたいと思います。建国記念の日、謹んでお祝い申し上げます。昨年の今頃はまさか世界中が新型コロナウイルスに翻弄されることになろうとは想像もいたしませんでした。ですから昨年の建国記念の奉祝祈願は若干の不安を抱きつつも、今上陛下の最初の建国記念の日を晴れの気持ちでお祝いする趣旨で開催いたしました。しかしあれから1年が経ち、コロナ禍はより深刻さを増し、未だ先の見えない状況にあります。コロナ禍においてどう対処することが最善なのか、まだまだ手探り状態です。何が正しくて何が間違っているか、まだ分からないことがさらに不安を煽り、考えの違う者同士互いに攻撃的になります。コロナ間の違いから夫婦の離婚、友人知人の絶縁が増えていると聞きます。しかし考えの違う者同士であっても、互いの考えを尊重し合い、思いやりの気持ちを持って接し合うことが我が国の建国の精神ではなかったでしょうか。そこで今年の奉祝祈願につきましては、今一度初代神武天皇の建国の理念に立ち返りたいのです。すなわち世界を一つの家と見なし、万民が家族のように仲良く暮らせる世の中を築くという精神です。そのためにも日本国民が自国を愛し、互いを愛し、初代神武天皇の建国の御事のりに誇りを持ってこの国難を乗り越えようとする強い意志を持つことが大切です。コロナ禍がこれ以上分断と傷つけ合いの時代とならぬよう心より願います。本日建国の奉祝とともに、コロナ禍の収束と人々の心の平安を皆様とともにお祈りいただきますこと、心より感謝申し上げます。令和3年2月11日和プロジェクト大使代表宮本達彦、ありがとうございました。それでは本日笛を演奏いただきます近江神宮宮司佐藤久忠様よりご挨拶をいただきます。宮司の佐藤でございます。天智天皇さんは最もこの和を大事にするご祭神、歴史の方はちょっとこちらの方に置いておきます。また日本の神々も、それから御皇室も、そして日本の国柄というのは和を大事にする、この絶対平和を愛する民族国柄であります。歴史的なことはこちらに置いておきます。
また今日の神田先生は大宮神宮に書道会というのがありまして、深くこのお世話になっている先生で、今日はその神前ご神前でのご記号をということですから、私もノーというわけにはありません。後ほど笛を吹いて伴奏をさせてもらいます。今日はおめでとうございます。佐藤富士、ありがとうございました。次に奉納記号をいたします神田光山先生をご紹介させていただきます。神田光山先生は1960年大津市生まれ、滋賀大学大学院を修了され、現在は毎日書道展審査会員、公益社団法人滋賀県書道協会理事長、滋賀県美術協会理事長、大津市古都文化実行委員会委員長、講演会の主催でいらっしゃいます。それではただいまより神田光山先生による奉納記号を開始いたします。神前で書家が書きます席上記号は今日書道パフォーマンスと呼ばれておりますが、この精神文化の一つといえます。書家が大きな紙に心に決めた文言や願いの言葉をご覧いただいております皆様方と一緒に祈りながら書き上げます。この度のテーマでもあります我が国の癒やさかと世界の恒久平和、コロナ禍の収束を共にお祈りください。本日は2作記号されます。2枚目は佐藤宮司の笛の演奏と合わせての記号されます。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
失礼します。1枚目、ちょっと驚かれたと思いますけれども、川田景色で書かせていただきました。1行目を随分下から始める、2行目が1行目にかぶさるような形で、ちょっと現代的な表現ということになるかと思います。書かせていただいたのは、長谷川海という、俳人、有名な俳句の先生で、このコロナ禍の中で、コロナの収束を願って、作られた句です。1行目が、南無金剛、そして2行目がちょっと読みづらいと思いますが、病魔退散、最後は白断線と書いて白内輪と読みます。南無金剛病魔退散白内輪、白内輪で病魔を追い払おう、そういう、句を作られて、本当に、今の、私たちの気持ちを代弁しているような句だなと思って、書かせていただきました。お粗末なものです。以上です。はい、じゃあ2番目、
先生、誠に心のこもった笛の演奏と希望をありがとうございました。それでは、神田先生、今2枚目の書についてお話をお願いいたします。はい、ちょっと、力んじゃって、最初やられてしまいましたけれども、薄い墨で、書いていますのは、まさしくこの、催しの、一番基本的な理念である和、和っていう漢字の一番古い古代文字です。乃木編が右の方に来てるんですね。で、今は口、単純に口になりましたが、それがもともとは五輪の輪のあの和と一緒思っていただければお分かりになるかなと思います。で、この淡墨薄い墨で、和と書かせていただいて、その後、実はこれは2つの、漢詩の一節を書いています。で、右側が、これはちょっとはっきりはしないんですけども、一応長屋王が作られた漢詩というふうにされています。左側は、中国の、張九霊という方の詩です。で、なぜこの2つの詩を書いたかといいますと、もう新聞等でも報道されて、特に滋賀の方は、ご存知の方が多いかと思うんですが、コロナが、襲いかかって、滋賀県は、まず湖南省、中国が大変なことになりました。湖北省の武漢が発信地ですよね。で、湖南省というのは道抵港を挟んでその南なんです。湖北省と接してるんですね。で、その湖南省と滋賀県は、友好提携を結んでいます。ですからそういうご縁で、滋賀県から湖南省に救援物資を送られたんですね。で、その時に添えられていたのがこちらの、長屋王の詩なんです。三戦息をことにすれども風月同天、どういうかと言いますと、山とか川とかは違う、住んでいるところは違うんだけども、風月は天を同じくする、空を吹く風とか月は同じ天にありますよ。要するに私たちは国は違うけれども同じ空の下で一緒ですよ、仲間ですよというメッセージなんですね。で、実はこれは長屋王は、その当時、中国の方に送って、何をしたかったかというと鑑真を呼びたかったんですね。それに添えられた詩だというふうに言われています。で、それをこの度中国か日本から中国への救援物資にこのメッセージが添えられていたわけです。で、中国の方が落ち着きました。今度は日本の方が大変になりましたね。で、その時に今度は逆に中国の方から、滋賀の方に救援物資が送られてきました。マスクがいっぱい送ってきたんですね。で、その時に添えられていた詩がこの張九霊の詩です。愛知るに遠近だけれども万里なお隣となす。要するに、愛知る、仲良くなる、知り合いになるということに遠近、遠いとか近いは関係ない、万里もういくら遠くたってなお隣人となす、やっぱり隣人なんや、友達なんや、こういうメッセージを添えて湖南省から中国に、湖南省から滋賀に、救援物資が送られてきました。私はもう、本当素晴らしいと思うんですね。何が素晴らしいかというと、私はまあやっぱり書道をやってる関係でもう40年近く前から多分もう10回以上中国には行っています。そういう経験を通して本当にこうやって漢詩でお互いのメッセージを送り合える、これやっぱり共通の文化を持ってるわけですね。よく中国の人は、日本人と交流するときに一位対水という言葉を使われるんですけれども、本当にもうピタッと寄り添っているんですよという意味で使われるんですが、まさしくこれはその一位対水を、本当に具現化してるな、
思って私は感動したんですね。でそれこそがやっぱり和につながる精神だと思って今回もこれを書かせていただきました。ちょっともう破れてしまって、お見苦しいことになって恐縮ですが、すごく緊張してたんですけど、もうなんか宮司様の笛の音になんか励まされて最後まで書き切れたものです。宮司さんどうもありがとうございました。どうもお粗末でございました。神田光山先生ありがとうございました。それでは最後に宮司の佐藤久忠様より言葉を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。どうも先生、今日は、神田先生の自ら、大変なこの、書を拝見させていただきました。光栄でございます。和に関して一言、節分が終わりまして、まあ、春に、まあ、入りましたけど、近江神宮はですね、全国からこの追い出された鬼、嫌味神、みんなですね、近江神宮へおいでください。もういじめられたら近江神宮へおいでください。で夜ですね、いっぱいの鬼の方でここで大宴会開いております。で、私もその中にね、一遍足を突っ込んだことが、怖い思いをしたことがありますけど、そういうこの今年もそういうふうに、ずっとの近江神宮伝統でございますから、今年はコロナですからね、ですからこの鬼の皆さんにですね、なんとかもうこの世界のコロナを相手にですね、早く沈めてください、こういうお祈りをいたしました。そういうことで近江神宮の鬼は決してこの悪を企む鬼ではなくて、和にこのとっとりと協力をいただく鬼の方が多いこのおしゃべりの柄でございます。よろしくどうぞ。ありがとうございます。佐藤久忠宮司、誠にありがとうございました。それではこの度の第4回 2.11 和の国日本建国記念の奉祝記号を終了させていただきます。本日はご参集いただき誠にありがとうございました。そして宮司をはじめ近江神宮神職の皆様、お手伝いいただいた皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。撮ります。はい、撮りました。はい、撮りました。ありがとうございます。ありがとうございます。